よかですよ。動画だけが。ああ、動画。はい、ああ。ここも稲の先がですよ、ね、見えてるぐらいの金が、はい、そうだ。台風の影響で熊本県内は今日大雨に見舞われ、阿蘇市乙姫で観測史上最大となる1時間に108ミリの猛烈な雨を記録するなど、各地に猛烈な雨が降っています。熊本地方気象台では加茂と菊池、阿蘇地方を中心にこれまでに経験したことのないような大雨という表現で、土砂災害や川の氾濫に最大級の警戒を呼びかけています。2人が一時的に閉じ込められたほか、阿蘇市でも2人が行方不明になったという情報があります。国土交通省熊本河川国道事務所によりますと、白川が熊本市の小関橋の下流右岸と名護橋の上流右岸の2カ所で氾濫しました。熊本市は登録4丁目から8丁目や黒上6丁目など流域の7つの地区、およそ1万7000世帯の住民に避難指示を出しています。この雨の影響で九州新幹線が熊本と博多の間の上下線で一時運転を見合わせたほか、 JR の甲州電と北区線の一部区間でも運転見合わせが続いています。
で行きます。やっぱりですね、角は広くとけですね、はい、自動車保険にご加入中の方にお知らせです。更新時期が近づきましたら、ぜひチューリッヒへのお乗り換えをご検討ください。ゴールド免許の方、30歳以上の方などにおすすめです。例えばフィットにお乗りの35歳、ゴールド免許20等級の